ジョージ・ハーバート・オーカーブッシュは、アメリカ合衆国の政治家、同国第41代大統領、テキサス州選出連邦会議員、第10代国際連合大使、第11代中央情報局長官、ロナルド・レーガン政権で第43代副大統領を、歴任した。アメリカでは、第43代大統領であり、 ファーストネームとミドルネームの一部が同じである長男のジョージ・ W ・ブッシュと区別するために父、ブッシュ、大ブッシュ、ブッシュシニアと呼ばれることもある。死去時最高齢の大統領経験者であったが2019年3月22日にジミー・カーターが最高齢記録を更新した。1925年に撮影された。 幼少時代のジョージ・ H.W. ブッシュ1924年6月12日にマサチューセッツ州ミルトンにてプレスコット・ブッシュとドロシー・ウォーカー夫妻の次男として誕生した。兄にプレスコット・ブッシュ・ジュニアがいる。父親はコネチカット州のリベラルな共和党の上院議員で著名な投資銀行ブラウン・ブラザース・ハリマンに在籍していた。なお、ブッシュ家は雑系の先祖が イギリス王室に連なる家柄である。ブッシュはクリニッジのクリニッジカントリーデイスクールからその経歴を開始した。高校卒業後に国への義務を果たすべくアメリカ海軍に志願した。その年のうちにテキサス州コーパスクリスティで飛行訓練を完了し、アベンジャー来撃機のパイロットに任命される。 アメリカ海軍時代のポートレート家族との写真ブッシュは1942年より空母ジャシントに乗り組み第51来撃飛行隊に所属して太平洋戦線に従軍した。彼は第二次世界大戦における最も若い艦長、攻撃機パイロットだった。退役するまでパイロットとして1228時間の飛行時間を記録し126回の空母着艦を 成功させたが、二度の悲劇追も経験した。昭和時代の1944年、マリアナ沖海戦では、日本機の銃撃によって、上機の TBF-1C を、中医時代の1944年9月2日には、小笠原諸島沖で、父島地上砲台の対空砲火を浴びて、上機の TBM を撃墜されているが、いずれも味方に救助され生還している。2度目の際には、 敵地近くであり、同乗していた、砲塔機銃手、ウィリアム・ホワイト中尉と通信し、ジョン・ゲラニーにと軍曹は戦死し、自身も4時間にわたって漂流して捕虜になる危機を迎えた。当時9度目の紹介任務で、同海域にいたが、東急潜水艦、フィンバックに救助された。この父島では後に、小笠原事件が起きたとされる。この経験から、神はなぜ自分を生かしたのか。 自分に示された神の意図は何か、と自問するようになる。翌月まで、フィンバックで勤務し撃墜されたパイロットの救助に当たった。11月、サンジャシントに戻り、フィリピン作戦に参加した。ブッシュは、彼の飛行隊がアメリカに帰国するまで1944年を、通じて58回の戦闘に参加し、主君飛行十字章、さらに、エアメダルを3回。 サンジャシントに対する主君部大賞1回と全部で5個の勲章を受賞した。その後、海軍中尉にまで昇進し退役した。太平洋から帰還して、数週間後の1945年1月6日に、バーバラ・ピアス・トライで結婚し、6人の子供を設けた。カップルの最初の住居は、ミシガン州トレントンの小さな賃貸アパートだった。帰国後は、イエール大学に進学し、 2年半で卒業した。在学中は大学の野球チームに所属して腕利きの一類一種として鳴らし、キャプテンとしてチームをカレッジワールドシリーズに導いた。卒業の年のシリーズでは試合前にベーブルースとも対面している。入学した年には父のプレスコットブッシュも属した秘密結社であるスカルボーンズに加入した。1948年には 経済学の学士号を取得し卒業している。その後は地元テキサス州でオイルビジネスに従事した。ジョージ・ブッシュはイエール大学卒業後に土木建築事業のコングロマリットで CIA と緊密に協力していたドレッサーインダストリーズの子会社アイデコのセールスマンになりアイデコ社のサービスを共産権も含めた世界各国で営業して回るという仕事を与えられた。 ブッシュはアレンダレスのスパイだったジョージド・モーレン・シルツというロシアの伯爵と頻繁に接触し CIA が欲しがるような共産権の石油関連情報を収集し CIA に提供していたという彼にこの重要な仕事を与えたのはドレッサー・インダストリーズのヘンリー・ニール・マロン社長であったマロン社長は父のプレスコットのイェール大学の同級生で ブッシュ家と親しい間柄であった。また、マローン社長は、アレン・ダレスとも親密な関係を持ち、将来有望なスパイ候補者を頻繁に、ダレスの元に送ったり、CIA の工作のためにスパイに偽装の職場を提供したりと、CIA と緊密に協力していた。ジョージ・ブッシュは1953年には、ザパタ石油会社を立ち上げ、CIA が、 メキシコでの工作活動に乗り出した1959年には CIA の活動に積極的に協力した。1963年に FBI はブッシュを CIA の職員と証拠付けるもブッシュは否定しなかった。その後もブッシュは CIA 長官に就任し、CIA 本部にその名前を冠するまで強いつながりを CIA と持ち続けた。 ドワイト・ディ・アイゼンハワーと共に、米中連絡事務所所長時代に、天安門にて1964年にブッシュは、テキサスの共和党員、ジョン・タワー上院議員を含む南部の政治家のほとんどが、反対した公民権法に賛成した民主党のラルフ・ヤーボロー上院議員に対抗して、上院議員選挙に出馬し、政治家に乗り出した。ヤーボローがブッシュを、ちょうど彼らが、 ニューヨーク証券取引所の席を買ったように上院議員の席を買おうとする渡り政治屋であると批判したことに対しブッシュはヤーボローを極論者及び左翼先導政治家と呼んで対抗したがブッシュは1964年の民主党の地滑り勝利により敗北を喫したブッシュは1966年と1968年の終わりに テキサスの第7区から会議員に選任された。彼はその後1970年に民主党の予備選挙でヤーボローを破ったロイド・ベンセンに2度目の上院議員選挙で敗れた。ブッシュは1970年代を通してリチャード・ニクソン及びジェラルド・フォードの2人の共和党の大統領の下で共和党全国委員会委員長国際連合大使、 中華人民共和国への特命全権講使、危機委員会評議員などの要職を歴任した。当初フォード大統領はブッシュを副大統領候補に検討していたが、ブッシュの選挙キャンペーンにニクソンの秘密資金が流入していた疑惑を特別検察官が捜査していたためにネルソン・ロックフェラーを選択したとされる。リチャード・ニクソン政権で国際連合大使として中華人民共和国の 国際連合加盟を認めたアルバニア決議や、それに伴う、次期国際連合事務総長の選出をめぐる、アメリカ合衆国と、ソビエト連邦と、中華人民共和国の三つどもへの駆け引きへの対応に、追われ、米中連絡事務所所長となった際は放中した、報道大統領に同行して、最高指導者の毛沢東とも二度会見した。事実上の特命全権講師として、 中国で過ごした経験は、世界の問題に対するアメリカの強い関与の必要性をブッシュに確信させたとされる。1年間と短い期間ではあったが、CIA 長官も務め、中国への赴任直後であったため、驚きをもって受け取られた。CIA 長官就任後最初に直面した問題は、アンゴラの共産化を防ぐことであった。しかし、1975年11月当時は、 ソビエト連邦とキューバの大規模な支援を受けてアンゴラ人民共和国を建国したアンゴラ解放人民運動が軍事的に優勢だった。ベトナム戦争で他国への介入に否定的となっていたアメリカ議会は中国とザイールに支援されたアンゴラ民族解放戦線に対する欧米の援助を問題視し1976年にクラーク修正法でアンゴラの 反政府組織への援助を禁止した。しかし、ブッシュ CIA 長官はこれを拒否し、イギリス陸軍特殊空挺部隊の元隊員で構成される傭兵部隊を使ってアンゴラの大祖秘密作戦を展開した。この秘密作戦は一定の成功を収め、アンゴラ内戦は泥沼化した。同年にはエジプトやサウジアラビアなどによるアフリカの反共反訴 同盟サファリクラブの結成を国際商業信用銀行を通じて支援した。また、ラテンアメリカの新米軍事独裁政権によるコンドル作戦も支援したとされるレーガン大統領からの信頼副大統領を務めたロナルド・レーガン政権の閣僚とともにナンシー・レーガンとライサー・ゴルバチョワとともに1980年にブッシュは共和党の大統領候補への正式指名を争う。 予備選挙に出馬する。そこでブッシュは、学会では批判の多いサプライサイド経済学に、基づくレーガンの経済政策を、ウール経済学と批判したものの、結局は、指名を得ることに失敗してしまう。共和党大会直前に、ロナルド・レーガンに副大統領候補として指名され、1981年1月20日に、副大統領に就任する。ブッシュは、 レーガンと予備選挙の時こそ対立したものの、副大統領としてはレーガンに忠実に仕えた。レーガンも同年3月30日の銃撃事件で病院に担ぎ込まれた際に、ブッシュが周囲より大統領職権の臨時代行を進められるも、断ったことをきっかけに、ブッシュの謙虚な人格を信頼するようになった。外交ブッシュは元 CIA 長官や、 元危機委員会評議員を務めていたように、外交、安全保障に並々ならぬ関心を持った副大統領であり、結果として2期8年の任期を、レーガン政権の副大統領として務めた。ブッシュはホワイトハウス内の危機管理センターという、独自情報機関の責任者に就任し、様々な危機への対応策を計画、実施した。その一つが、イランコントラ秘密工作であった。 この悪名高い工作は、ブッシュ副大統領を率いる危機管理センターの SSG で計画が練られ、ウィリアム・ケイシー・ CIA 長官が中心となって実施した。ブッシュやケイシーらは、反共勢力を支援するために、ラテンアメリカの麻薬王とも手を組んだため、アメリカ国内への麻薬の流入も急増した。後に敵対することになるイラクのサターム、フセイン政権との国交正常化と、 イラン・イラク戦争での対イラク援助の決定にも、関わり、イラクゲートと呼ばれる、フセイン政権に武器援助を行った疑惑で追及されることになる。アフガニスタンのムジャヒディンと呼ばれるイスラム教徒のゲリラに対する支援は、ジミー・カーター政権で開始されたが、ロナルド・レーガン政権になると、ブッシュ副大統領と KCCIA 長官が中心となって、さらに大掛かりな支援活動を行った。 アメリカ製のスティンガー対空ミサイルを供与し、軍事訓練を施すために、アメリカ軍特殊部隊を派遣した。そして世界中から約3万5000人の旧神派のイスラム教徒を呼び集めて、パキスタンと中国で軍事訓練を施し、アフガニスタンでソビエト連邦軍と戦わせた。その中には、オサマ・ビンラビンがいた。また、サウジアラビアからイスラム急進派をアメリカに入国させ、 軍事訓練を施してアフガニスタンに送り込むという工作も言ったとされる。ブッシュラの秘密工作はソビエト連邦の弱体化に成功して冷戦終結に貢献したが中南米での麻薬の反乱、中東でのイスラム過激派のテロリストの増長という負の遺産を残した。バーバラの貢献バーバラも副大統領夫人として様々な公務に当たった。力を入れた事業として 識字率の向上を推進する活動があった。同期として三男のニールが識字障害に苦しんだことがあった。バーバラは識字率を高めることは貧困を減らすことだと信じていた。ダンクエールと共に2期8年にわたってロナルド・レーガン政権で副大統領を務めた後、満を持たして出馬した1988年、アメリカ合衆国大統領選挙ではボブドールや ドナルド・ラムズ・フェルドなどを破って選出された。本選挙では、ロイド・ベンツェンを副大統領候補に選択した、マサチューセッツ州のマイケル・デュカキス州知事に、地滑り的な対象を収めた。現職の副大統領としては、マーティン・バン・ビューレン以来152年ぶりに4人目、2期目を務めている現職の副大統領としては実に、ジョン・アダムズ以来192年ぶりに2人目の、 大統領当選者で副大統領は長く務めるほど大統領選挙が不利になるというジンクスを覆した。詳細は1988年アメリカ合衆国大統領選挙の項を参照。大統領就任式パナマに展開するアメリカ陸軍の M113 ベルリンの壁の一部を送るドイツのハンス・ディートリヒゲンシャー外相とともにゴルバチョフとともに アメリカ中央軍司令官のノーマン・シュワルツコフとサウジアラビアで湾岸戦争勝利パレードにてシュワルツコフらの敬礼を受けるファーストレディのバーバラと共に北米自由貿易協定調印ヒューストンサミットロンドンサミット1989年1月20日にブッシュはダンクエールを副大統領に第41代アメリカ合衆国大統領に就任した保守派からの指示をと アメリカ合衆国中西部諸州での得票が見込まれることからクエールに白羽の矢が立った。ブッシュが最初に取り組んだのは麻薬戦争だった。ブッシュはその一環として中南米で麻薬交易の中継となっているパナマのマヌエル・ノリエガ政権との対立を深めた。ノリエガは1989年5月に行われた大統領選挙に自派のカルロス・ドゥケを出馬させたが、 当選したのは、反ノリエガ派のギジェルモエンダラであった。しかしノリエガは、アメリカの干渉があったとして、軍を挙げて、選挙の無効を宣言し、フランシス・コロドリゲス会計委員長を大統領とし、権力の保持を図った。この動きを受けて5月には、暴動が発生しただけでなく、9月30日には、再びクーデター未遂事件が発生した。12月15日、ノリエガは議会によって、 最高の政治指導者としての地位を承認させ、独裁体制の継続を誇示した。12月20日に、ブッシュ大統領は、パナマ在住アメリカ人の保護、パナマ運河条約の保全、ノリエガの拘束を主目的とする、ジャスト構図作戦の発動を命令した。15分前には、エンダラを大統領として宣誓させている。ブッシュ大統領は、この進行を、 ノリエガの先動に対するアメリカの自衛権発動であると主張している。2万4000人のアメリカ軍の侵攻によりノリエガは逃亡するが、1990年1月に逮捕され、アメリカ国内で40年の禁錮刑を受けた。1989年11月、ベルリンの壁の崩壊を受けてブッシュは、第二次世界大戦の真の終結をもたらすと考えて、ドイツ再統一を支援した。 さらに、同年12月3日、地中海におけるマルタ会談で、ソ連のミハイル・ゴルバチョフ書記長と会談し、冷戦の終結を宣言した。これを標語的に、ヤルタからマルタへという。この会談には、ソビエト連邦側からは、エドアルド・シェバルナゼ外相、アメリカ合衆国側からは、ジェームズ・ベイカー国務長官及びブレントス・コークロフト、国家安全保障問題担当大統領補佐官など、 が同席しているブレントスコークロフトをはじめとするアメリカ政権内では当初からマルタ会談は時期尚早としてソ連のスタンドプレーを許す結果になるとして反対していたがフランスのミッテラン大統領イギリスのサッチャー首相をはじめとするヨーロッパ首脳及びアメリカ合衆国議会はゴルバチョフとの対談を説得し実現した マルタ会談から8ヶ月後の1990年8月2日に、イラク軍は隣国であるクウェートへの侵攻を開始し、8月8日にはクウェート併合を発表した。これに対して諸外国は第二次世界大戦後初となる一致結束した事態解決への努力を始めた。さらにイラクは8月18日にクウェートから脱出できなかった外国人を 自国内に強制連行し、人間の盾として人質にすると国際社会に発表し、その後日本、ドイツ、アメリカ、イギリスなどの非イスラム国家でアメリカと関係の深い国の民間人を自国内の軍事施設や政府施設などに人間の盾として監禁した。国際連合安全保障理事会はイラクへの即時、撤退を求めるとともに11月29日に 武力行使容認決議である国際連合安全保障理事会決議678をアメリカ合衆国及びソビエト連邦は一致して可決してマルタ会談と共に当時の冷戦の終結を象徴しブッシュは新世界秩序を掲げた1991年1月17日にブッシュ大統領はアメリカ軍部隊をサウジアラビアへ展開し他国籍軍はイラクへの爆撃を開始 同地域への自国軍派遣を他国へも呼びかけ、第二次世界大戦以来の連合となった。このクウェートの占領を続けるイラク軍を対象とする戦争は他国籍軍による空爆から始まった。これに続き2月23日から陸上部隊による侵攻が始まった。アメリカ軍を主とする他国籍軍はクウェートからイラク軍を撃退し、サウジアラビアの防衛を保障した。 ただし、イラクのサッター・ムフセイン政権の打倒までは行わず、あくまで制裁戦争であった。湾岸戦争はハイテク戦争と呼ばれ、軍事行動の成功直後、ブッシュの支持率は当時歴代最高の89%に急上昇した。他国籍軍はこれに圧倒的勝利を収め、クウェートを解放した。 陸上戦開始から100時間後に他国籍軍は戦闘行動を停止し、停戦を宣言した。この戦争でアメリカ合衆国は世界最強の軍事力を誇持し、さらに同年12月のソビエト連邦の崩壊によって、世界唯一の超大国としての地位を確立した。ジョージ・ H.W. ブッシュが1988年、アメリカ合衆国大統領選挙に当選し、 ファーストレディとなったバーバラは贅沢品に囲まれ、高慢なイメージのナンシー・レーガンとは全く異なり、就任式後の晩餐会に29ドルの靴を履いて出たと報じられるなど、親しみやすいキャラクターとして人気を得た。その、親しみやすさは決して作られたイメージではなく、率直な物言いと応用な性格で、ホワイトハウスの中でも職員たちを家族のように分け隔てなく接した。また、 初めてアフリカ系アメリカ人の秘書官を任命したファーストレディとなった。ファーストレディとしてセカンドレディ時代の事業をさらに格上げしバーバラブッシュファミリーリテラシー財団を設立し多くのホームレス移民を援助した。式辞教育こそが貧困をなくすと人気番組オプラウィンフリー賞に出演して教育の重要性を訴え ABC ラジオにて 自身の冠番組ミセス・ブッシュ、S ・ストーリー・タイムを持ち、子供たちに語りかけた。1990年に出版したミリー、S ・ブック、アズ・ディクテイテッド・ツー、バーバラ・ブッシュはベストセラーとなり、この本から得た印税は財団に寄付された。1990年に、ウェルズリー大学で行った演説は、大きな反響を呼んだ。多くの学生は彼女を、 つまらない主婦とみなし、決して歓迎されなかったのだが、演説が終わると、本人も驚くような喝采を浴びた。この演説は、20世紀のアメリカの演説ベスト100において45位に選ばれている。長女のロビンを白血病で亡くしたことから、白血病患者への支援も熱心にいった。対日対日関係では、アメリカ国内の双子の赤字解消問題と日本の バブル経済を背景に、日米構造協議において、多くの自民党議員の評伝である、農作物で、米、牛肉などの輸入自由化を求める一方で、日本経済の柱となる自動車産業のアメリカへの輸出を大幅に規制させるなど、日本に対して、アメリカが州国大統領としては、異例と言える保護貿易主義を取った。ジャパンバッシングなる言葉が流行するほどに問題化し、 日本国内の左派だけでなく、各種族議員を中心とする保守派議員等からも、激しい反発が起きた。この件が、きっかけとなり後に年次改革要望書が作成される、ことになる。なお1989年2月24日には、昭和天皇の葬儀、大葬の礼に出席した。国防関係では、湾岸戦争における、自衛隊派遣問題、資金援助をめぐり、 日本政府与党や左派勢力と激しく対立し、多額の資金援助を行ったにもかかわらず、日本への社員が演説で述べられなかったことなどから、金だけ出して人出さない、怠米をはたかされた上に、例の一言も言われないなど、左右両派で議論を呼んだ。対中対中関係では64天安門事件で、経済制裁を行うも、議会と対立してまで再警告待遇を更新するなど、 制裁全面化に消極的であり、当時の中国の最高指導者である、当昌平には、所簡で、先日のサミットの共同宣言の草案には中国を過度に非難する文言があったが、アメリカと日本が取り除いた。アメリカ議会は中国との経済関係を断ち切ることを求めているが、私は波風を立てないよう全力を尽くすと述べていた。秘密裏に、ヘンリー・キッシンジャーや、 ブレントス・コークロフトを中国に派遣して民主化運動家のカタツトムノの出国をめぐる交渉を行ったとされる。カタツトムノの出国を条件に有志再開を日本は中国に持ちかけたともされ、ブッシュは第16回先進国首脳会議で対中円借款再開を表明した日本の海部都市機首相に同調した。また、 国際連合での対イラク武力行使容認決議の際には中国が拒否権を行使しなければ天安門事件以来の制裁の緩和と先期新外交部長のアメリカ訪問を受け入れると取引を持ちかけたことから中国は棄権して可決できた。かつて米中連絡事務所所長を務めた中国、滞在経験や兄のプレスコットと息子のニール・ブッシュが中国共産党政府とビジネスもしていたため、 後の北京オリンピック会,会式の親子揃っての出席に象徴されるように親中派だったとも評されている。1992年、アメリカ合衆国大統領選挙にて再選をかけた1992年、アメリカ合衆国大統領選挙では、1991年2月28日に湾岸戦争に勝利し、中東和平会議を開き、1992年から、 ソマリア内戦にも介入し、北米自由貿易協定調印したことなど、対外的成果を強調して1992年、アメリカが州国大統領選挙に挑んだ。しかし、湾岸戦争後の緩やかな景気交代や4年前の選挙の増税はしないという公約を保護にしていたこと、さらに4年前と同様の戦術である、ネガティブキャンペーンが今度は裏目に出たことなどの条件が、 重なり、アーカンソー州知事で民主党のビル・クリントンに敗北した。本人は敗因として景気が悪化しているのに FRB が利下げを行わなかったためだと不満を示した。なお、現職大統領としては1976年のジェラルド・フォード、1980年のジミー・カーターに続いて戦後3人目の不名誉な敗北となった。詳細は1992年。 アメリカ合衆国大統領選挙の項を参照。左からジェラルド・アル・フォード、リチャード・ニクソン、ブッシュ、ロナルド・レーガン、ジミー・カーター息子のジョージ・ブッシュ、妻のローラと、クーボ、ジョージ・ H.W. ブッシュの親水式左から、息子のジョージ・ W. ブッシュ大統領、本人、執行主である、ノースロップ・グラマンのマイク・ペタース社長、娘のドロシー・ブッシュコッチ。大統領選挙での敗北後、 ブッシュは慣例に従って退任した。特に息子がテキサス州の知事となり、共和党の有力な大統領候補として、当角を表すようになってからはその妨げとならないよう、他の退任した大統領よりも増して、公の場には極力姿を表さないよう心がけていた。そのブッシュを再び表舞台に登場させたのが、意外にも公認の大統領であるビル・クリントンだった。 クリントンは、自らの退任後、2005年に行われた、スマトラ島沖地震の津波災害救援特使として、ブッシュと特別機で同行した際に、選挙戦でのわだかまりが解け、元大統領として、ブッシュを様々な非政治的な式典や、被災地の遺門などに誘うこととなった。そうしたことから、両者の中は極めて親密なものとなり、その関係は、相互の過程を、 時折訪問するほどまでになった。息子の嫁のローラー夫人は、その親密ぶりを、うちの家族には、ミスタープレジデントが3人もいるんですよと評したことも、ある。息子のジョージ・ W ・ブッシュも、アルゴア前副大統領との大接戦の末に2代後の大統領となった。そして2001年9月に発生した、同時手発テロ事件の後の同年10月に、世界的な、 テロとの戦いを発表して、米国愛国者法を成立させた。湾岸戦争時の父親同様に、ジョージ・ W ・ブッシュも、戦時大統領と呼ばれた。そして2001年アフガニスタン紛争に臨み、タリバーン政権を倒し、アルカアイダを壊滅させて、ウサーマ・ビン・ラーディンを、デッド・アライブとして逮捕あるいは殺害することを命じた。2003年3月17日に、 ジョージ・ W ・ブッシュは、不繊維と側近に対して、48時間以内の国外退去を求める事実上の最後通帳を発表。3月19日、最後通帳を無視したイラクに対し進行した。作戦は順調に進み、5月1日には大規模戦闘の終結宣言を行ったが、その後も戦闘は続いた。2004年に、ジョージ・ W ・ブッシュは再び2004年、 アメリカが衆国大統領選挙に立候補し、父が果たせなかった2回目の当選を果たした。しかし2回目は1回目ほどの支持を得られなかったが、2009年1月20日に人気満了で大統領を退任した。ジョージ HW ブッシュは1期4年限りの大統領だったが、人気中に大統領の名を怪我すようなスキャンダルには一切見舞われなかったことから、 退任後はその名が様々な施設や感染に付けられることになった。1999年4月26日に CIA 出身の初の大統領だったジョージ HW ブッシュの功績を称えて CIA 本部はジョージブッシュ情報センターと命名された。1997年には地元であるテキサス州ヒューストンの空港が ジョージ・ブッシュ・インターコンチネンタル空港と改名され、2002年には、ニミッツ級航空母艦の第10番艦がジョージ・ H.W. ブッシュと命名されることになった。なお、存命中の元アメリカ合衆国大統領の名前が、アメリカ海軍の艦船に関せられるのは、カーターとレーガンに続き、史上3人目となる。2012年11月23日に、 期間支援でのため、テキサス州ヒューストンの病院に入院。12月中旬頃に容体が悪化し、集中治療室へ移されたが、その後持ち直し一般病棟に戻された。2013年4月25日には、息子の関連資料を集めた記念図書館の開館式に他の歴代大統領経験者と共に車椅子で出席し、久しぶりに公の場に姿を現した。 2017年1月に肺炎により入院していることが報じられたが順調に解放に向かい同月30日に無事退院した。なお、出席する予定だった20日のドナルド・トランプ大統領の就任式には息子のウォーカー・ブッシュが代理として出席した。退院の数日後には第51回スーパーボールの試合前のコイントスを務め、妻のバーバラと共に元気な姿を見せたが、 バーバラは2018年4月17日に死去している。アメリカ合衆国議会議児童のロタンダに一時、安置された棺2018年11月30日に、テキサス州ヒューストンで死去。94歳没。息子のジョージ・ W ・ブッシュは、我が父、ジョージ・ H ・ W ・ブッシュは、高潔な人格で、最高の父親だった。友人や仲間たちの哀悼の意に対し、 ブッシュ家の全員が深く感謝しているという声明を出した。トランプ大統領は、ブッシュ氏は正確な判断と良識、そして、格好たるリーダーシップで平和裏にアメリカと世界を冷戦の勝利に導いた。ブッシュ氏の家族に国民と共に祈りを捧げ、その生涯と功績に敬意を表したいと述べた。海部元首相は、私が総理大臣に就任して間もなく訪米した際、 ブッシュ氏は自宅で家族揃って出迎えてくれ、大変有意義な時間を過ごすことができた。今は亡きバーバラ夫人が隣に寄り添い、時にブレーキ役になっていたことも印象深い。ブッシュ氏が日本を訪れた際には必ず連絡をくれた、語りきれないほどのたくさんの思い出があり、心よりご冥福をお祈りしますと述べた。ゴルバチョフ元大統領は、我々は、 大きな責任が求められる劇的な変化の時代に、共に仕事をやり遂げ、冷戦と核軍核競争に終止符を打った。歴史的な偉業に対するブッシュ氏の貢献を称えたい。ブッシュ氏は政治家としても、一人の人間としても、人々の心に長く残るだろうと語った。2018年12月5日に、ワシントン大聖堂で国葬が取り行われ、ジミー・カーター、ビル・クリントン、 バラク・オバマ、ドナルド・トランプの歴代大統領が参列。日本からは、特使として、元首相の福田康夫が参列した。遺体は即日エアフォースワンで、テキサス州ヒューストンへ運ばれ、翌12月6日には、セーマーティン協会で、テキサス州葬の後、列車、ブッシュ4141で70マイル先の、カレッジステーションへは運ばれて、幼くして亡くなった娘。 妻のバーバラも眠るテキサス A&M 大学のブッシュ、大統領図書館脇の墓地に埋葬された。エリザベス2世、エディンバラ公、バーバラと共に、最愛の妻であるバーバラとの逸話は有名である。また、敬虔なクリスチャンで、友人を教会へ連れて行くことを好んだ。マーガレット・サッチャーを連れて行ったこともある。ブッシュ一家は結婚後29回。 ワシントン DC や北京まで29回転居した。ブッシュが様々な政府の仕事に従事して家族から離れている間、バーバラは単独で家族の面倒を見た。政治家の妻として様々なチャリティーにも関わった。ブッシュが国際連合大使だった際は、皇帝でニューヨークの最高級ホテルでもある、ウォルドルフ・アストリア十二階のスイートルームが夫婦の自宅だった。一方で、 ブッシュが CIA 長官になった後、家庭内でも仕事の話を一切共有できなくなったために会話が減ったことからうつ病を患った。夫の勧めでホスピスでボランティア活動に勤しみ、中華人民共和国での生活を講演したりしたことで病から回復した。家族集合写真父親の上院議員職、長男ジョージ w ・ W ブッシュのテキサス州知事及び大統領。 次男ジェブブッシュのフロリダ州知事などの政治的な成功で、ブッシュ家は王朝として名ぞらえられ、ジョン・アダムズ及びケネディ家と比較された。バーバラ夫人との間には、幼児で亡くなった2番目の子供ロビンを除くと、子供が5人いる。1992年1月7日の来日では、天皇、宮沢喜一首相とそれぞれ会談した。この来日では、最初に京都御所を見学し、 その場で行われていた決まりに飛び入りで参加。翌日に天皇と二回テニスのダブルスで対戦しているが、二回ともちチブッシュが負けている。その日の宮沢首相主催の晩参会の最中、突然隣に座っていた宮沢の膝に嘔吐し、椅子から崩れるように倒れ、その様子は世界中のマスメディアがトップニュースとして報道した。妻バーバラが突射の起点で、 ブッシュ家は負けることになれていないのですとジョークを飛ばし、その場を救った。日本政府は、慶応義塾大学病院を手配したが、アメリカ側は、ただのインフルエンザに過ぎないからとこれを受諾せず、アメリカ大使館の医務官が対応した。大のブロッコリー嫌いで、知られており、大統領専用機の機内食のメニューからブロッコリーを削除した。また、ブロッコリーは嫌い。二度と食べない。 ポーランド市民がソ連と戦ったように私もブロッコリーと戦うと発言したところ、怒ったブロッコリー農家からトラックで大量のブロッコリーを送りつけられた。これに対してバーバラ夫人は夫のブロッコリー嫌いを直せなかったのは私や義母の責任というもあを交えて謝罪し、大量のブロッコリーはホームレスライの炊き出しに用いられた。葬儀の際に息子のジョージ w ・ W ブッシュも 長寿で、父親のブロッコリー嫌いに触れ、私たちにも受け継がれていると述べている。太平洋戦争で撃墜された、アベンジャー来撃機の名前は、後の妻の名前である、バーバラだった。1944年9月2日9時前、父ブッシュは、軽空母産ジャシントから友人である、スタンレー・ブッチャーラが登場した、両機3機と護衛のヘルキャット数機ともに発信し、 父島の無伝統爆撃任務に就いた。この無伝統はアメリカ軍の通信を傍受し、本土に空襲の警報を発していたため、アメリカ軍にしてみれば何としても破壊しておく必要があったのである。父、ブッシュのチームは、貴重のブッシュ、二等通信士、ジョン・デラニーと代理住手、ウィリアム・ホワイト中尉の三人であった。本来父、ブッシュの木、バーバラの住手は、 レオダブリューなどであったが、この日は出撃の直前に、島の視察を望んだホワイトに交代するよう命じられた、ため出撃しなかった。彼は、前日に、七部主たちと父島の砲台を攻撃し、これを破壊する戦果を上げていた。七部主たちの向かった攻撃目標は、山岳地帯に隠された砲座によって守られた危険地帯に存在し、七部主たちの木は、 激しい攻撃にさらされた。父ブッシュはそれでも爆弾層を分け目標に4個の爆弾を投下したが、上記バーバラは被弾し、炎上した。父ブッシュは屈せず、三者神とへの帰還を試みたが木のコックピットが炎と煙で満たされたため、高度1500フィートの地点でパラシュート脱出した。同乗者のうちホワイトはすでに死亡していたか、爆風による負傷のため脱出できず、 期待と運命を共にした。デラニーは脱出には成功したもののパラシュートが開かず戦死した。七シュは無事着水し生存した。すぐさま彼を捕獲するため日本軍集邸が出動したが、両機のダグウエスト中尉が集邸を機銃操作し、上空にいた戦闘機が撃墜を通信したため難を逃れることができた。通信から数時間後。 島から15から20マイルの海域を紹介していた潜水艦フィンバックが到着。父ブッシュは他の4人のパイロットと共に救助された。この時の救助の光景は、フィンバックの写真撮影助手であったビル・エドワーズ、商尉によって8ミリフィルムに撮影され、後に父ブッシュに送られた。 ホワイトとデラニーの戦士についてなどは自責の念に、駆られたという。ブッシュ、デラニーとチームとして脱出の訓練を積んでいたなどは、ホワイトの戦士について、アベンジャーの宝座には、宝珠用のパラシュートを保管、着用するためのスペースがなく、彼が脱出する場合には、宝座から出た上で、デラニーからパラシュートを受け取る手順になっていたこと、不慣れなホワイトが、 砲座から脱出するのに時間がかかったであろうことが彼の戦死の原因ではなかったかと語っている。救助された秩父武士した4人のパイロットは、その後1ヶ月、潜水艦の目として撃墜されたパイロットを発見する任務に就いた。翌日には早くも母島上空で撃墜された空母エンタープライズの搭乗員、ジェームズ・ベックマン注意を救助する戦果を挙げた。 彼らは交代で4時間ずつ飛行し、8時間休息するというローテーションで働いた。1月後、父ブッシュ他のパイロットたちはニューヨークでフィンバックを下官し生還した。その後、父ブッシュらのパイロットはハワイに移された。彼らはそこで2週間の休暇を与えられることになったが、父ブッシュは早くサンジャシントに戻って出撃することを希望し、艦に戻った。なお、 この時他にも4機のアメリカ軍機が撃墜されたが、搭乗員の8人のアメリカ軍兵士捕虜のうち5人が、小笠原事件において処刑された後に食人されたと、され、ブッシュの対日間に長く影を落としたと言われている。ある席で、初めて日本人を許す気になったと語ったという話がある。ブッシュ機を撃墜した砲台は、乱戦の最中ということもあり、特定できなかった。 ただし当時現場に立ち会っており、この事件が弁護士活動の原点になったという、元日弁連会長の土屋貢憲は事件について証言し、職人などの事実はなかったとして、事件の内容についてごき鋭く否定している。感謝祭前日にホワイトハウスで斜面取りを御社で包丁する行事は、1963年にグッドエアチン、ミスタープレジデントというメッセージを、 首からぶら下げた七面鳥をジョン・カイ・ケネディ大統領が食べなかったエピソードが由来とされており、このエピソードを1989年から定例の行事としたのが父ブッシュである。ありがとうございます。